ずっと喋ってるようなチャンネルだけど、うん、たまには外に出て、うん、なんか、うん、フラフラしてるの見るのも田代紹介するっていうのもいいかなと、うん、だから例えば A マートにコスプレで行ってみたとかね、今あの2人で この格好で行ってどうかってまあそこで何をするかだけど、はい、まあお客さんの反応とか、まあ、どういうのを売ってるよとかどんな感じで、あまりふざけたことできないからそういうチャンネルじゃないから、まあ、ジェソンバさんがねいて、あそこに椅子があってちゃんと座って喋れるように、そうですね、喋れる中に店内にありますからね、店の中に喋れるように、あのレジの人と喋れるように椅子がちゃんとパッと準備してあってね、で夏休みになるとそこに子供が座ってですね、早く帰れて何時までおってですかね、うん、そう、そんな田舎のあるあるなのかしらけど列車できるからね、あーもう駐車場もね、そう入られる日もありますよね、なんでかって言ったらもうレジのおばちゃんと話が弾んで、うん、なかなかあお金払って、それが終わらなくて入ってくれないですね、そうそうそう、でもそれに文句言う人誰もいないから、ね、俺もあそこで何回も並んでるけど別に、うん、ね、それはそれでありかなと、うん、特有ですもんね、この特有で、うん、もうスーパーのレジに並ぶともう腹立つよね、あコンビニとかさいくらですか、こう2つあって、はい、ちょっと何か並んでてどっちが早いかなって、こっちめちゃくちゃこっちが遅かったね、ありますねありますね、カゴの中とか見てですよ、そうそうそう、あうまいね、コンビニ行った時に、はい、すっごいね、なんかね、チョコボールかなんかを買うだけだったのよ、はい、誰がですか俺が仕事帰りに、はい、寄ったんだけど、もう行って入ってすぐ取って買うだけだから、はい、もうほんとすぐ終わるんだけど、はい、最終的に15分ぐらいいることになってね、それはなんでですか、2人、こっちに2人レジ並んでたよね、どうしようかなと思って、でもこっち終わりそうだったから、はい、こっちの方に行って並んで、で結構もう60、70ぐらいの人がタバコとか買ってて、だからね、なかなかね、そっから終わらないわけよ、お袋にいてもうお金払ってっていう段階だったんだけど、お金払わずに若い子だったね、店員が、店員さんは、はいはい、愛も愛もって愛も愛もなるかねって言ったら店員が無理した笑顔でバーって後ろに行って、おいどけどけと思って、そしたら中あのビールのところ行ってラガー1本持ってきて、いくらですって取りに行かせてみたいな、わざわざそれだけで終わらない、それで終わりだよ普通、そうですね、もう商品派、そうそうそう、もう終わりかと思ったらタバコも結構カートンで買ってたよね、5カートみたいな、またなんかこいつなんか余計してるって言ったら、タバコあと1カート、なんかそこにはなくて、ちょっと裏の廊下に行ってわざわざって店員が笑顔で持ってきて、はい、入れて、それでもかなこんなしてるわけよ、なんかレジのとこね、レジがあって、後ろこんなしてるわけよ、なんかが欲しいんだよ、ね、それ何を渡したかは分からないんだけど、店員が渡した、なんかこんなやつだった、なんか渡してすぐまだいいわけ、もう一個また取って、でなんか袋入れて、全部小出しで要求して袋入れたんだけど、こいつからかってるだと、店員若い子だった、まだ、ね、本当に高校生上がりぐらいの社会人がね、そうそうそうバイトする時期ですかね、新しく今こいつからかってるな、イコール好きなのかなって常習犯だよあれ、あもうね、俺もすっげえイライラしてたけど、俺の前の男の人、はい、もうねドッカン行きそうだったからね、ドッカンしました、しなかった、後ろ並んでました、いやでもね、もうこっちがなんかそんな雰囲気だから、あこっちにみんなこっちに行くんですよ、どんどんこっちがはけていくわけ、変な客だなと思ってさ、まあね、多分ね好きなんだよあの子、あ今までずっとそれやってるんだけど、なるほどですね、もうね人間って怖いよねもう話がそれるけど、それましたね、これはもっと雑談でね、それるけど、まあ、コロナになってから余計ね、もう生卵を投げつけるんだからね、あ聞いたことあるでしょ、ありますね、生卵投げるんだよ
生卵を人間に投げるっていうのがね、生卵を投げる行為っていうのがもう漫画の世界であって、それは本当にあるわけだからね。まあ身近にあったわけですからね。そう、実際何個投げたのかっていう話になるわけ。そこですか。当たらないと思うわけ。まず1個じゃ、まあ、うん、まあ、投げたことってないですからね。何回か聞くよね、そのニュースで。大概そんな至近距離で多分投げられてます、うん、卵投げて、はあ、当たらない絶対。まず、まあ、よっぽど投げられておかんと、うん、当たるものじゃないと思うんですよ、うん、当たらない、まあ、で潰れますもんね。そうそうそう、ではだから何個か投げてる可能性がある。卵もほら1個じゃかな、あ、1個で買わないから、パックで買うから。パックで買うからね。何回言いましたね今。いいですかね、うん、でそのパックで、うん、8個ぐらい入ってるのかな、まあ、10個です。10個、2×50 個ですよ。だから1個で当たらないから、多分ああ当たらなかったクソと思って、まあ、当たるまで、うん、当たるまでですね。だから、だから3つ4つは投げてると思うんですよ、うん、もったいないよね。今卵高いんですよね。高い。すき焼きするにしてもさ、卵落としたら絶対ありますね。1個とかじゃん、絶対に。2個目ためらうでしょ。あともう食べられないですね。もうほらやっぱり家計もあるし、その健康的な面でも卵を2個とかさ、どうしようかっていう境目や。1個に全然ないですね。もうべったりつけるんで、その1個を人に投げる、知らない人に投げるっていうのがすごいなと。人間って不思議だなって思ったわけよ、うん、ある日スーパーに豚麺っていうお菓子、カップ麺とお菓子の間ぐらいのやつ、ね、子供が大好きな豚骨味の、はい、それを買ってこいと、はい、でまあ行ったわけね。もうそれ買うだけね。もう朝行ってたから、うん、人が少ないうちに行こうか、あ、もう開店と同時に、うん、ちょっと早めに着いて、ただね、待ってたらね、もう 2,3 人いたわけ、そこに、うん、待ってたらすっげー人がゾロ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 、もうあの列を作り出したわけよ。わ、すっげー人、なんかあんだなと思って、あ、来ました、バーって10人ぐらいいて、その塊の後ろついて俺も入って、うん、豚麺だけだから、豚麺1個持って、わ、もう目指すところは1つ、うん、ですよね。買って、それレジに持って行って、うん、もうすごく早い、うん、もう多分一番なのよ、うん、取りました、レジに行きました。もうね、他のレジにね、何人かやってる、会計してるわけよ。何買ったんだろうって下げてるのに見たら、卵1パック卵1パックのためにわざわざ並んで、はあ、朝早く、ね、いや俺もまあ豚麺ですけど、でも俺はそれが目的、並んでまでじゃないからね。まあそうです、ね、早く終わらせるためにでしたよね。そう、わざわざ並んで買ったのが卵1パックっていうのは、でも安いにしても朝から並んでまで卵を買うがためにわざわざ並ぶっていう人間の心理が怖い。だってお金なんていつどこでパッてね、車ぶつけたらパーン何万飛ぶからね。もうそんな、そうだからですよ、ね、そんな感じで生きてるのに、うん、卵なんかちまちま卵のために並んでちょっと安い卵を買ったところで、うん、なんかつまらんなーっていうね、小さいなーって思うわけよね。どうなんすかね、まあ、勝手だけどね、勝手だけどさ、うん、それぞれって言われたらそこまでですけどね、うん、勝手だけど、なんか人間ってなんだろう、それをまた投げつけるんだからね、卵を。その人は投げたか知らないよ。投げてないと思うけど。まあ、その人はないと思いますよ。うん、そんな朝早くまで卵を投げつけることはないと思いますよ。なんかもう、その、電話。もしもし。もしうん。もうちょっと。うん、よかろう。うん、はいはい。やぼちゃん。人間が一番怖いね。YouTube を見てるけどね、うん、なんか何が嘘で何が本当なのかわからんくなって、まあほらぼったくりバーに行きましたとかさ、あ、なんかちょっと腕に自慢のある人がよくやる、うん、手法なんだけど、あれもなんか世直しみたいな感じでさ言ってるわけよ。あ、名目は世直しじゃないからね、本当は、うん、俺は強いんだよっていうのを見せたいがための行為だからね、うん、俺はいやそんなんじゃないよって言っても本能がもうそうなんだから、うん、なんかそういうの見てるとね、ダッサいなと思ってね。ダッサいけど俺たちもダッサいよ、言われる前言う。なんかダサくないですよ、痛いんですよこれ。痛いあ、でもね、でもやらせ的なものも結構ある。やらせは大体わかりますね、うん、見てれば、ね、なんかね、つまらんな、まあ、でもやっぱ、まあ、ネタにも詰まってきてるのかなと思うんですよね。詰まるだろうね、まあ、うちらもね、ネタはそんなにないけど小さなことを言うからネタいっぱいあるよ。ネタはいっぱいありますよ。小さなことちっちゃいいっぱいありますよ。だからまあ行事もいろいろ作るし、歌も作るし、武器も作るし、
ネタ的には田舎だろうが結構あるからね。子供もねやりたいって言ってるわけよ。やっぱでやぼちゃんに出させる、出たいんですよね。いや絶対ですよ、ゲーム実況させるって。いやすみません、なんかいいってことがあるんじゃなくてそれなんですか。うん、もう、まあ、私たちは絶対映さないでねってゲーム実況、ゲームを今日もやってた家でカメラ貸してって、うん、ゲーム実況したいからフォートナイトをテレビの画面映してやってるわけよ、うん、これをねのしてくれっつって